まあそろそろいい加減にしろ、はい、面白くないね。あ、そうなの。それではおはようございます。おはようございます。率直に聞いちゃうんだけど、この店今どうなってんの？変わったこととかは特にないですけど、まあなんかその近対面だったりとか、毎度毎度幹部会とかで改善するってなったところ、まあ半年以上前から改善できてないっていう、まあ、自分が浮いちゃってるなっていうふうには思ってましたね。社長、この感覚合ってる？まあ、合ってますね。でしたけ、ちょっと頑張ってて、周りも見て、熱量が違うかなって。責任感の所在ですね、そうなると。幹部としてとホストとしてって別物じゃないですか。だからホストとしてと、やっぱ今目線の上がってきた幹部たちからすると、それプラスアルファが欲しいっていう、そこをはっきり分けた方がいいかもしれないですね。そしたら一度、社長、常務、エイト、ハク、ユウシ、ミナト、ミキだけ残って一度解散で、以上でお疲れ。お疲れです。さあ、タジョ、お疲れ。お疲れです。うん、幹部が何をするべきかっていうのを教えられてないだけじゃない、見た感じ。だから売れるだけ売れてさ、何をしていいか分かんないままさ、お店に気持ち入らないで辞めてった人間が多々いるでしょ。だから幹部がずっと増えてないから、一回幹部のするべきこと見直した方がいいよ。有志のやりたいスケール感の店よりも足りないものが多すぎて、若手育ってんの待ってらんねえよだと思ったんだけど、合ってる？そもそも幹部ってどうあるべきなの？有志どうしてほしいのよ。もういっそのこと全部書いちゃう。できた？まあ、はい。読み上げて。パッと思いつかんと、幹部人同士の仲が良すぎるかなっていう、悪いところを悪いってちゃんと言える関係性がもうできてなくて。だろうね、はい、僕がやりにくくなってる理由はそこにありますね。前提として、なんで売上と本数ってキープしなきゃいけないの？まあ、その役職をもらってる以上はその数字を出さなきゃいけないかなって思ってます。それは義務責任感と店に対しての都合じゃん。まあそうですね、うん、はい、でもあなたはそうじゃないといけないと思うわけでしょ。俺は楽しく仕事しようって発想意味不明だと思ってるよ、はい、なのに女の子には仕事しろって言うんでしょ、はい、頭大丈夫かてめえって俺は思ってるよ、はい、この仕事。そもそも売上と本数が落ちることの何が問題なのかっていうところが見えないとみんなに伝わらない。ただ売上上げろ、ただお客さんを呼べって言ってる。そこが伝わらないから店に熱が入らないんだと思う。俺の美学は、楽しく人以上に金もらおうとすんじゃねえ、ふざけるな。だから主に任されてる人間が舵切んないとどこにも進まないよ、この店。押し付けるじゃなく伝えるのは仕事だよ。よか、ちょっと目悪いからそっち行くわ。もちろんその近対面でも自分の気持ちを伝えたんですけど、ちょうど1ヶ月前ぐらいこういう幹部会とかも全員揃ってないし、これ以上何をしていいのか自分では分かってないです。例えば俺と融資が今話して、融資が損するなってことを俺がいきなり言ってきたら、融資ちょっとうわって思うと思うの。
何が言いたいかっていうと、まずはしてあげることからやってみて。自己犠牲し、あなたは今約束なんだろ。本当 SP ですね。だけになる。そろそろ戻れる。はい。そろそろ戻れる。なんで SP でいたいの。僕ですか。うん。人と一緒は嫌なんです。一人間なのに。いや、オリジナリティが好きです。え、勝てばオリジナルじゃん。そうっすね。もう何わけわかんないようにしてるのお前。お前の力を貸してくれんと、バリアンペコーですよ。わ、良いでしょ。では、何をしてくれたら喜ぶか。仕事面でつけたいと思うので、担当の方があるとできるような努力をしたいなと思います。じゃあ何点つくとかさ、どういったとこならつくとかってまず分かんないとさ、あなたたちが気分で動いたみたいになっちゃうね。義務と責任ね、やるって言ったことをやることが大事で、なんとなくやったことに意味はないんだよ。なんとなくやってもらったものに人は感謝しない。やるって言い切ったものに感謝してる。簡単だよ。いくら以上使った子には何かについてあげるよ、声をかけてくれたんで、これで、うん、俺だったらなんか適当な出前頼んで店で相談の間作るから、営業後、週に1回は幹部全員集まって相談の場作って待ってくれるような時に作ってもいいと思うし、結局距離を縮める努力をしてくれたかどうかっていうのが大事だよね。でもう一つ、 SNS の拡散。毎日一緒に写真撮ってあげて、で写真を撮った後に掲載したやつをリツイートしてあげて。これ大丈夫かな今日は。お疲れ。大丈夫です。今の美術さんの状況って、なんかアテナ時代の古川さんとちょっと近いものあるかなって思って、なんかもう少しでも言葉で伝えてあげたらいいと思うんですけど、なんかその今のその有志の孤独な状態みたいなのって結構わかるんですよ。結構悩んでる時に、ね、あのやっぱ偉そうに言っても伝わらなかったんで、俺もなんか一回ちょっと様子見てる感じですよ。ちょっとしんどそうだなと思ってるんで、まあ、ちょいちょい声かけですけど、プレイヤーだったらもうそもそも好き勝手何でもやっていいんじゃないって思うタイプなんで、僕はむしろもう主人公ですからね、全員その歌舞伎町のホストだから、人の目なんて絶対気にしないんで、もう好き勝手やればいいんじゃないのかなって。お疲れ。レジナ入ってみて、まあ、率直な感想はいかがですか。良くも悪くもルカが社長になっちゃったな、かな。ルカっていう求心力のある人間の代わりがいないから、目的地を失って分解してるっていうところが正解かな。レジーナ、確かに全員イケメンっていうイメージありますけど、やっぱりルカさんが一番強いですよね。そうだね。そんなルカ、わがまま王子のルカのわがままに振り回されて夢見てたのみんな、うん、けど今ルカは社長になって落ち着いちゃったんだよね。代わりの人がこの船を引っ張るべきだと。それが良くも悪くも変化になっちゃったんだろうね。しつこいなって思ったでしょ。今日もまたあれ食ってるって。でも聞いてください皆さん、新商品キーマカレー、従業員重いですね。いや、そろそろギャラくれるかなって思ってなんて褒めまくってと技とかある、うん、まあまあまあ気が向いたら食べればいいんじゃない。うんうん、うん、まあまあまあ食べる食べれる、うん、食べれる食べれる、うんうん、あんまりなんか気が進まないけどまあ、うん、食べる食べれる、うん。これがどこ行く、どこに行かれるんですか。うん、えディープ、ディープ、うん、あのクドシンさんのところですか。そう、ほら、はい、あったじゃんイベントが。そう、レジーナも変化が必要な時期にさ、対戦相手作ってさ、一丸となるところまで持っていけたら立ち直るのも1ヶ月で済むかなと思って。懐かしい。どうも、お疲れ様です。マジでなんか苦労心って感じ。未知だよね、まだ深掘りできてないんだよね。綺麗とは関わりあるけど、クドシン・サイバーとはあんまりないから。
楽しみ、うん、いや、おはようございます。あ、いいよ、座って。いいですか。うん、どうですか、あれから。あれから、できることは何でもしてるみたいな感じ。聞きたいことあるから。聞きたいことがありまして、うん、まあ、ショコラで、まあ、昔働いてて、代表って当時でいうと三笘夏樹副社長、うん、トップって何だろうってこと。ちょっと見えなく、今一個一個課題があればそれを一個一個確実に潰していってはいるっていう状態なんですけど、これであり方は合ってるのかとか、間違ってもないんだろうか、正解でもないだろうし、間違ってないけども足さなきゃいけない時期なのかもね。僕がオープンしてから2年間ぐらいお店にほとんど携わるから。そうだね。じゃあ久々に戻ってきた時っていうのは、やっぱお店にすごい亀裂が入って、うん、良くなってきてるって実感もあるんですけど、でも常になんかずっとこれ不安な感じっていうんですかね。俺の選ぶ選択や向かう道が果たして正しいのかどうか。ああ、そんなのどっちでもいいんだよ。結局天才って何が違うかって、100回選択をさせると人よりも正解が多いんだよね。それって結局考えずに取る、自然と取れるようになんなきゃいけない中で、結果どうやるのって経験なんだよね。だからもっと失敗すればいいし、もっと攻めればいいから。なんかプレイヤーやってる頃ってもっと大胆に弾き入れてたなって思うんですけど、うん、代表になってからボスでやってると悪い意味のが目立ちますけど、やっぱ丸くなりすぎだな。うん、このお店は今きちんと整い出してるから、俺がちゃんとやればこんなもんだろうってクロシンが思った域に達すると思うのね。多分順調だと思う。でもその状態から半年全く何も変わらない状況ができると思うから、その時に変わらなきゃいけないのは店じゃなくてクロシン。ありがとう。そんなもんじゃねえだろ。はい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 。いいじゃん。ありがとうございます。お姫ありがとうございます。僕ですね、世界で一番嫌いな生き物がいるんですよね。陽キャって言うんですけど。お姫がどうしても美和さんとお話ししたいっていうので、もしぜひ少しでも5分でもついていただけたら嬉しいです。ラストオンが取らせませんよ、しこい。どうにか頑張って陽キャになります。ありがとうございました。なんで？多分自分が両自身が今自分の中になってくれるほど、あ、結果出てないから今訴えたくない。そうですし、あと店に、あいつが一番頑張ってるでしょ。そうでもない、まあ、うちのスタープレイヤーとして売り上げを上げてくれるっていう部分では一番頑張ってるんですけど、1年前は代表の代わりに俺が店を背負うバリな動きしてなかった。僕が帰ってきてからちょっと肩の力が出ちゃったかもしれないです。ああ、反応ですかね。やっぱ、まあ、あいつ自身なんかちょっと辛いこととかすぎて、多分本人が思うようにも言ってないかなと。了解。あ、でも会いたいなって言っといて。わかりました。うん、ありがとうございました。了解です。またお願いします。うん、了解。うん、早めに逃げないとね、大変な目に。うん、俺ももう学習したよ。うん、というわけで俺一旦ユグホン行くから、あのレジータの幹部がきちんとヘルプついてるか見てきてほしい。わかりました。うん、じゃあ一回解散で、はい、うん。シュガシュガシュガ、オルコールオルコール、よろしく、よろしく、乾杯。ゲームソーリー、イエイイエイ。全員僕の靴今のうちに舐めといてください。よいしょ、よいしょ。
あのセルフつきますってやつ、おついてくださいみたいに言われました。あ、言われました言われました。じゃあもう結構ついちゃったんですか。まあ割とそうですね。実際どうなんですか、ミナチューンさんとかどうなんですか。実際見事で全然くっついてる。役職がスタープレイヤーってだけで毎日でも、はいはい、だ変わってない。なんで自由じゃない、出勤自由じゃない。それはもう本人のあれなんですね。もうその役職がいい。そう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 。店を引っ張る人の人数が少ないって認識ですか、ね。そうそう、多分それだけ。ああ、そうなんですか。表彰式の時だったんですけど、ユウシさんがミオさんに相談した時は、あれは、ね、まあルカも俺にも相談来てるけど、ね、まあそれはそうだよね、つまんないなって。だからって急に育ったところでユウシのライバルみたいになる子が。出てくるわけでもないし。あの1個思ったのが、ルカさんとノサトさんが、ミワツさんと、ナナセさんをスタープレイヤーじゃないです、うん、ちょっと EP 扱いじゃないですか、うん、そしたらがちょっと僕は意外だったんですよ。それはモチベが終わってパフォーマンスが落ちるから、うん、例えば毎日来てて、うん、厳しくバーッとこうやってると300万だけど、うん、EP とか少し1日2日猶予があると、はい、阿部500に上がったり、あそれを見抜いてそうしてるわけで、ただ勤怠は8時出勤の就校以上だから1日しか休み、あ、就任になっただけなんですね。ディープとは結構店売りさ、校長時のレジェンドだったらまあ別に勝てる師匠ぐらいの感覚だったんですけど、今微妙ですか。今日前半出れてなかったんでめっちゃ気まずいっす。なんでいなかったんですか。なんで来てくれなかったんですか。寂しかったんですか。個人的な感じでやめてほしいです。本当にレジーナの対戦相手がディープになってる。ああ、はい。まあちょっと分店もしちゃって、まあイザナさんとかも2分にしちゃって、はい、前世紀よりがややちょっと店よりちょっと下がっちゃった。まあ確かにその下がったっていう部分はあるかもしれないですけど、価値にはいきます。はい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 、マルチマルチどうやってどうやって、釣りじゃな釣りじゃ釣り、ルカが飲みます。よっしゃよっしゃ、いしバリア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 バしっかり集まってる人に対して言うのは敬意だと思う。何もなかったかのように嫌なのは違うでしょ。でしょ。ルールを守っていてはバカ臭くなるでしょ。ワンマンプレーじゃダメ。それでは終了ミーティング始めます。お疲れです。お疲れです。お疲れです。今日はその幹部会で皆さんにご迷惑をおかけしてしまって、その幹部の皆さん申し訳ないです。すいませんでした。これから意識直してやっていくんで、もう一度お願いします。どうです。お疲れ様です。それでは宮宮ルカ社長お願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。そうそうだね、まあ最近本数含め、まあ、売り上げ見てて思ったんだけど、まあなんか一本釣り多くなってきてるなっていうのが俺の雑感なんだけど、一本釣りでどうやすんのよって、芋だろそんなの。女の子からしたら楽しくてこの人に会いたくて、これ毎日できてんのかって言ったら毎日できないでしょ。今日幹部会やりますってなっても、急遽じゃなくて事前に告知してて、じゃあなんで幹部全員集まんないのって。幹部の士気が低いから下の子が鼓舞しないんだよ。今の状態は本当に良くない。面白くないね、今クソなの。もちろんやらけください。以上です。お疲れ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 です。何をすか。レジーナは結構その楽しくやりたい人が集まってるお店で、それを悪いとも言わないですし、僕はただ僕はどっちかというと上に行きたい派閥で、でもレジーナじゃその僕は少数派なんで、その
楽しくやりたいっていう派閥の筆頭が七瀬だったんで、ああそこで話した、それで話しただけですね。レジーナはそのままでいいと思うんですよ。その楽しくやりたくて、ポストを始めたばっかの子からしたらめちゃめちゃいい店だと思うんで、レジーナって変な縛りもないしノルマもないし、ただ僕はあんま合ってないのかなっていう、あれで店を変えるってなるとすごい時間かかると思うんですよ。なんかそれを待ってらんないなっていう。お疲れ様です。え、あゆお前帰んの、まあ、え、お前帰るなって LINE 書いてあったじゃん。あ、看病さんもリーダーなんですか。当たり前だって、笑い事じゃなくて、そうなんですか。カイト帰るよ、帰ってるじゃん。じゃ帰るか。いや、じゃなくて、お前なんで今日幹部会でお前ら返されたか分かってないの。ミオさんがお前ら返した理由分かんないの。分かる。いや、分かるんだったらそういう発言でなくね。いや、帰ればいいけど別にお前もじゃん。じゃあ、あゆとかなんですよね。で、逆にあゆがおかしいわけじゃなくて、あゆみたいな子が多いのがレジナなんですよ。その自分のペースで楽しくやりたいっていうメンツが多いのがレジナなんで、もちろんそれレジナの良さでもあるんで、仲いいんですよ、本当にレジナって。それがちょっと違ったかなっていう。だったらもっとなんかね、上を目指してる人とか、じゃあ僕以外に壇上登る人とかがいるお店がいいなっていうだけっすね。ルカさんが辞めちゃったんで、売上部門でルカさん乗ってたんですけど、1年前に辞めちゃったんで、ルカさんが。そこ結構大きいですか。すごく大きかったっすね。あ、その同じ人がいなくなっちゃったっていうのが、同じ熱量ですね。はい、お疲れ、遅くなった申し訳ない。結果2時半まで会議してた、ユグホンでも。寿司なんだ。寿司ね、ルカチョイス。この時間寿司しかないですね。うん、そういうことね。ハブリーですね。なんせ怒られた。はい。なんせ怒られた。怒られました。いえいえ、怒られた。どう思うの。いや、聞いたりします。やるべきだと思うの。はい。あ、頑張れよ。はい、行きます。おお。お疲れ。やっぱり店に愛がないと難しいと思うの。別に売るだけだったらレジーナじゃなくてもできる。レジーナが好きか嫌いかじゃない。レジーナじゃなくてもできることが問題だね。干渉してなかったかもしれない。もう上がってくる子だけ上がってこいっていう感覚で、個人もちょっとモヤモヤしてる。何に？もうじれったい感じっす。何にそんなにじれったさを感じるようになった？僕が満足してるのがないから。店に、自分に、全部どっちもです、うん、だったら YouTube も TikTok も自分で始めて、あとプレイヤーも戻ろうかなとか、まだなんかこうみんなに教えることってたくさんあるのかなという段階で戻ろうかな。指導者として必要なものって熱量を伝えることじゃん。実際プレイヤーをやった結果、売り上げがさ1億だろうが1000万だろうがいいと思うのよ、年間通して。ねえ、そこじゃないよね。この仕事を仕事として取り組んで感じたことを熱として伝えるの中で、やっぱ俺の中では今 SNS ってものがツールになってて、なんとなくプレイヤーってものも熱量を使える手段として使い出してる。いいじゃない、何歳になってもやめちゃった方が損だよね。そういう時代が来たなって俺も思う。なんかゆきとさんにつけてるカメラマン、あの YouTube、ああ、つけれません。ああ、欲しいの。あ、欲しいですね。あ、頑張る。了解、分かった、はい、うん、じゃあある程度準備しておくから、はい、うん、お願いします。うん、もう一度熱を取り戻してください。僕から伝えます、プレイヤーとしても SNS。 了解、はい、あ、忘れてた。来月ディープと語って。はい、もう温度感元に戻ってる。
このボタン踏んでっていう便利よ、便利よ。そこのオンディ何長い走っていって本当に腹が立つにしてたな。みんなで気持ちよく後悔しようじゃないよ。ゴール、俺はこの子たちにこんなレベルでいてほしいと思ってない。